おはようございます。7月11日溝口駅長の朝ライブです。えー、っと1週間ほどお休みさせていただきまして、久しぶりの放送となります。はい、えーっと。まあ、ちょっと予告してなかったんでね、えー、ご覧になってる方はあまりないかなと思いますが、始めていきたいと思います。 鉄道シムで人生を豊かに、溝口駅長の朝ライブです。えー、っと、まあ、10日ぐらいですかちょっとお休みしましてね。本当は昨日からやるつもりだったんですけれども、あのー、おとつい、ちゃ先日の土曜日、あのー、軽半電車のビール電車 <laughs> っていうのを乗りに行きましてね。ま、我々ですごく楽しかったんですけれども、飲みすぎまして。 いや、ね、美味しすぎてね。あ、そうそう。日本酒もありましてね。まあ、あの美味しい日本酒の差し入れもしていただきまして。あれが結構ガツンときましたね。んで、まあ、なんか、久々になんか楽しかったんでね。はめはぬすして飲みすぎましたら、あの翌日二日酔いになりまして。<laughs> 久しぶりですね。あの二日酔いって。<laughs> 久しぶりというか、私の人生の中で二日酔いって多分、 あったかなほとんど記憶にないぐらい。まあ、あの私もそ,もそもそんなお酒飲む人じゃない、量をたくさん飲む人じゃないので、で翌日に残るほどお酒飲んだこととはほとんどないんですけれども、この間のビール電車の時は飲みすぎまして、まあ、あの日もフラフラになりながら家に帰って、でやめときゃいいのに家帰ってからまたビッグカンビール一杯開けまして、あれがちょっとあの余計なとどめさしましたね。 でまあ、次の日、頭がんがんでもなんかぼーっとしてましてね、えーまあ、とりあえずと水分取らなきゃっていうのでね、あの水やる、お茶のようなね、飲んで、二日酔いを散らしたんですけれども、まあ、昨日もちょっとなんかまだるかったんで、朝ライブお休みしましたので、今日から復活でございます。 で、まあ今後どうしようかなっていうのをね、つらつらと考えてまして、まあちょうどこの朝ライブもね、一年かち、一年経ちまして、まあ一年続いたのは良かったんですけどね、一年続けて、じゃあこれからどうしようかななんていうことを考えまして、で、まあちょっとね、まああの溝口駅長のね、まあ乗り鉄旅行会と、 鉄道模型で遊ぼう会の話をね、ま、ずっとメインでやってきたんですけれども、なかなか、なかなか話もね、そんなにたくさんないなと。うんまあ、ネタをね、まあ、しっかり事前に用意しとけばいいんですけれども、まあ、行き当たりばったりでやってるんで、なかなかね、喋る内容が限られちゃったなというところもありまして。まあ、それだったら、まあ、ちょっとあんまりテーマ決めずにね、まあ、自分が喋りたいことを喋ろうかなと思って、 今後やっていこうかなと思います。まあ、どういうことかというと、まあ、私、鉄道以外にもいろいろ興味あります。あの別に鉄道大好きですけれども、鉄道しか <laughs> やらないわけじゃないし、あと、ああ本業やってる仕事もございます。パソコン、スマホのとかね、プログラミングの教室もやっておりますので、まあ、そっちの方で話したいこともいっぱいあるんですよね。まあ、皆さん、パソコンとかスマホ持ってるけれども、どうですか、あのその機能を十分、 あの、生かして、えー、使ってますか <laughs> 私も人のこと言えないんですけれども、まあ、あの、一般の方よりはもともとそういう関係の仕事をしていたこともあって、あの、いろんな使い方を知ってるつもりです。ので、そういうことのね、えー、やり方とかのお話もしたいなと思ってます。まあ、ちょっとこのライブでね、まあ、ちょっと私の本業の方に使えるような動画も撮りたいなと、まあ、ちょっとそういうことなんですけど、 まあということでね、まあ、あのー、趣味の話もするし、えー、私の仕事も話もするというような感じでね、今後やっていこうかなと思っております。まあ、なんでね、あの、ちょっと鉄道の話に興味があって聞いていただいている方には、あの、別にそんなね、えー、パソコンの話とか、あのー、聞きたくないよという方もいらっしゃるかなと思って今まではやらなかったんですけど、まあ今後はもう気にせずやっていきます。 なので、まあ、今日の話は興味ないなと思えば別に切ってもらったらいい話なんでね。あ、今日は外れだなと思ってね、えー、パスしてもらったらいいと思います。うんまあ、鉄道の話もね、あの興味のあるジャンルもあればそうでないジャンルもあると思うんで、あのー、まあ、面白そうだなと思ったら聞いてください。はい、そんな感じで今後はね、 まあ今までもそうでしたけれども、私が喋りたいことを喋りたいだけ喋るという内容にしていきます。あと、まあ時間ですね。あの、今はあの月曜から金曜までの平日の朝7時からということでやっております。まあやっぱり時間は決めといた方がいいかなとは思うんですけど、うん、まああのどうしても間に合わないときはもうあの8時でも9時でも時間ずらしてやろうかなと。 思います。まあ、曜日もね、まあ、しんどいなと思えば休みます。はい、もうそこは遠慮なくね。あんまり完璧主義でいくと、まあ、あの、一回うまくいかなかったら、もうそこでなんかもう、もう嫌になってやめちゃうっていうね。えそういうこともあ,あるんで、まあ、ちょっと私の癖としてね。まあ、まあ、今はそうでもないんですけど、若い頃は結構完璧主義というかね、<laughs> きっちりやらないと嫌みたいな。 感じだったんですけど、まあ、今はまず、ね、あのご覧の通りありグダグダでいい加減なんですけどね。まあ、とはいえ、その完璧主義の片りが時々顔をのく時覗かせることがありますので、あんまりそれでね、あのきっちりやらなきゃとかそういうのにとらわれちゃってやーめたってなるぐらいなら、いい加減にやって続けた方がいいかなと思っております。 はいまあそんないい加減なの見たくねえよっていう方は、もうぜひぜひ、あの、閉じていただいて、あの、他の方の <laughs> ライブなり、YouTube なりご覧になればいいかなと思います。もう気にしてたらやってられないんでね。<laughs> まあ、所詮素人なんで。まあまあ、それを言い訳にするつもりはないんですけれども。はい、という感じでね。まあ、私がやれるペースでやれることをやる。まあ、それだけですね。と思って 再開しようと思っております、まあ、おや,すおやすみいただきましてね、本当にありがとうございました。はい、今井さん、どうもどうも、えー、先日ありがとうございました。新 <laughs> 山さん、どうもおはようございます。はい、千山さん、どうもどうもおはようございます、えー。ビールで電車楽しませてい,い,いただきました。車内で鉄道も今日走らせるのはいけましたね、ということで。 まあ、あの、去年やった半回もそうでしたけれども、やっぱりあの、ね、えー、普段そういうのに慣れてない方には新鮮に映ったんじゃないでしょうか。あ、中谷さんも、えー、先日ありがとうございました。岩木さんどうもおはようございます。ま、いろいろ混ぜていいのではないでしょうか。ありがとうございます。そう言っていただけると、あのー、やりやすいです。<laughs> はい。えー、ということでね、朝ライブ。 まあ、2年目ですね。これからも続けていきたいと思います。まあ、いろいろな内容を織り交ぜながらですね。まあ,あの、私が話したいことで、かつ皆さんに興味を持ってもらえそうなこと、役に立ちそうなこと、そういったことをね、えー、つらつらと話していきますあの。よかったらお付き合いください。 はい。ということで、今日はちょっと軽めにね、えー、済ましたいと思います。それでは、明日からもよろしくお願いしまーす。あ、で、昨日、ちょっとすごい雨でしたね。えー、っと、お昼2時半ぐらいからね、ちょっと私が住んでられたり、あの、急に外が真っ暗になりましてね。あれやと思って。 本当に昼間とは思えない暗さになったなと思ったら、バッシャーとドカ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 ドね雨が降りましたね。もう屋根に穴が開くんじゃないかというぐらいのね、大粒の雨がね、どっさり降ってきまして、まあ20分ぐらいでしたかね、20分、30分ぐらい、ドカぶりの豪雨、雷にもなっておりましたけれども、はい、そんな天気、今日はどうですかね、ちょっと まあ天気が不安定なんでしょうか、昨日もも雨の予報じゃなかったのに、急に降り出しましたからね。まあ、おかげで降った後は、もうさすがにあの熱気が吹き飛びまして、涼しくなりました。今朝も涼しいですね。まあ、あの夕立と言いまと言いますか、スコールといいますか、そういうのがあると、むしっとする時もありますけれども、すっきりしますね。 さん、えー、鉄道関連の話もいいですが、溝口駅長の人柄に惚れた方がずっと聞いてると思うので、ごちゃ混ぜ大歓迎ですと。ありがとうございます。ね、人柄って何なんでしょうね。<laughs> いや時々言われるんですよね。なんか、うんいやああ、ありがたいことなんですけれども。 はい。まあ、人柄がいいので、なんていうこと言われるとね、あの、えー、浮かれて、あの、豚も育てりゃ、木に登る。まあ、木に登った後何が出てくるっていうわけでもないですけれども。はい。まあ、そう思って聞いていただけるんであれば、私もね、えー、やりやすいと言いますか。 ありがたいなと思います。はい。まあ、あの、まあ、ちょっとね、いろんな話していくんで、まあ、えー、こんな人柄だったんだっていうのが、えー、バレちゃうかなという気もしますが、まあ、やっていきたいと思います。はい。ということで、今日はここまでにいたします。それでは、皆様、今日も良い一日を。うん